チャンネル。大正解。それじゃあ動画へレッツラゴー。皆さんよろしくお願いします。それじゃあ見ていきますか。さあ真空も昨日絶好調だったからね。さあだけどちょっとめんどくさいアンチだね。山が多めのアンチ。さあここはタイク M4 ティックを。さあファイヤーが落としている。いやエイムよ真空よ当てたわ今の強。さあそしてそのままグライダー開いて、さあアンチの中に行かないといけないが、さあ今回対空されるのは真空。ここは落ちてしまうしょうがない。さあジョージャーたちがそのままさあ勝とうとしてる。おいキル数が意味がわからん。1試合目で黒坂1試合目で10キルしてら。さあ10キルしてるジョージャーたち。さあハイグルネはしかしアルバスイッチ。さあまた1キル取っているぞジョジャたち。さあ回復アイテム取って、さあ登らないといけない。さあジャンパッド使って一気に上に登ってくる。さあここは取って、さあ一応回復勝負をしていくジョザだが、さあさすがにこれはそのまま落ちて回復できればいいが、さすがにまだアンチ内がでかすぎる。そのままやられて、さあ1試合目勝っていったのはアルバスウィッチ。さあラギス青ポン持ってクラッチチャンス。さあデカポン飲んでいきたいが、さあアンチがちょっと上の方、さあ多いアンチになってしまった。さあここはラギス目の前の敵狙っているぞ。さあしかし目の前落とされてしまうが、ここはクレーン落として後ろに下がってカッキルも取れそうな状況。さあアンチ移動優先。さあカッキル入れれそうだったけどね。さあここはアンチ移動優先してメインシーも落ちてしまう。さあたった一人になってしまったラギス。さあ残り資材0枚の状況から、さあ覆すことはできるのか。さあ目の前、いやーヘッドショットポンプでワンパン。さあハイグラそのまま降りてきて、さあ倒しに行っている。さあアルバ乙女、さあまたもやアルバクラン。さあ勢いがあるぞこのチーム。さあハイグラからアサルトライフルヘッドショット一発当てて、さあそのまま詰めて、さあキルも取っていきたい。結構ゴリゴリくるね。多分回復勝負されたら負けるから早めに倒していこうという感じかな。多分そんな感じが見受けられます。さあここはユセア先っちょ出てたところをやられちまった。さあ一応キャベツあるので回復勝負はできるが、さあ逃げているのを見ている。いやここの1キル美味しい。そしてラルがアンチ外で回復勝負しているが、さあ足りるか。さあ目の前キャベツがあるが、さあ目の前乙女がこんにちは。さあ回復パクられてキャベツを食べる。さあラルの HP が間に合うか。いや乙女もギリギリの体力で、いやこれはラルの方が多いか。いやこれラルの方が多いぞ。さあここは乙女ラルを倒さなきゃ負けてしまうが、さあワンボックスそのままラルがビクトリーロイヤル。さあ3試合目で26ポイントか。稼がないとちょっと1位争いは耐えれへんな。さあラギスが後ろでやってるぞ。さあ残り資材41枚。さあどうにか倒していきたい。さあ下にはムーンたち。さあラギスここはアサルトライフル撃っていくがやりきれない。全員青ポンプだな。さあしかしここはレイニーがムーンをしっかり落として、さあそのままアンチ進行。さあ一度アンチ外に出たのはラギス。さあフロッパーとチャグスクがあるのでどうにかはなる。さあ目の前レイニーと、さあ合流して、さあ最後まで行きたいぞ。これは高順位取りたいぞ。いいところ出る。さあそしてフォーカスズコンも倒して、さあ一気にダブルキル。さあチームキス増えて上から来る。さあ敵を倒していきたい。さあミニパワー12本。さあ一度ローグラに降りて、さあ順位を狙いに行きます。残り3パーティー。さあ後ろに資材がたくさんあるのが見えたぞ。しかしメイシがやられちまった。残り2対2対3。さあだいぶしんどいね。いや挟まれてんのか。どうにか上倒しに行きたいけど資材がないからね。あーレイニーの資材もなくなって、さあレイニーここは振り向きワンパン。さあ小金を倒して、さあ残り 1v1 で1人倒して回復。さあ金本もあるが回復するものが何かあるか。さあここは飛んで敵を倒しに行きたいが、いやーこのトリオマジで強いな。もう104ポイントだもんな。いやそれ倒すのでけえ。さあハープンガンで引っ張った敵をアサルトライフルで倒すというデスコンボ。さあ頭ぶつけてアンチ移動。さあラギス1人になってしまったが、さあここはしっかりメインシーの後ろをついていく。いや今のはデスコンボすぎるな。
さあダウンが下にいるのでここは倒して、さあハープンガンで資材を取っていきたい。さあ後ろ撃たれてるのをしっかりラギズカバーしている。さあ目の前2人で入り込んでさあ倒していく。いや強え、レイニーがさまたもや1キル。レイニー強くね。さあそのままローグラを選択。そうね。さあ降りてるところをしっかりズコを撃破。ショットガンのヒット率が異常じゃん。さあミニポが飲める状況、最初にさあ逃げ場を作ってからしっかり回復していきます。いや強いよこれは、マジで強いよ。さあでもローグラ結構いるからね、ボットさんが1人いるからここ倒していきたいね。さあしかもフロッパー5個あるので回復勝負はできる。さあ1個食べていくか。さあ目の前、さあ一度ラギスコが戦線離脱して、さあ別の角度から敵を倒していきたい。さあ目の前の L2R2、 さあアンチダメージで死んだが回復勝負を早めにやっているラギス。さあ目の前一発当てて、さあ一気に登っていく。さあそいつを倒す、100ダメ。さあ残ったのはあと1人。さあ資材がなくなってしまった。さあ肉で回復するしかない。さあ一応18枚あるがさすがにこれは登れない。さあ次のアンチで最終アンチ、現在14位。さあしかも一桁台余裕。うわー目の前倒してピンポンゲット、資材もゲット。さあ石が取れていないがこれはしょうがない。さあ全員でチャグスポを使いながら細かい回復をして、さあアンチに向かっていく。さあキルポイントが8キルしている。さあしかしラギス、ここは一気に撃たれて、さあ危ない状況。さあ一応回復あるのでアンチ外から味方と合流していきます。さあ目の前開けながら進まないといけない。さあすごく狭いところをしっかりと取っていく。さあレイニーはやられちまったが、さあ目の前、さあローグラバトル勝てるか。さあ目の前入って1人撃って倒せるか、倒せるか。うわ惜しい。さあ残り3パーティー、3対3対3です。さあでも下は回復勝負しそうだね、だいぶ。さあ3対3だから下がやり合っていい感じに魚振ればタイミングゲーミングだが回復勝負もできる。さあナルが回復勝負できるぞ。さあここはやりに行きます。さあ目の前一発100ダメージ、いいダメージだがカウンターもらって、さあナルが回復勝負。さあこれ間に合うか。うわうわ。さあハイグル狙ってるのかな、これジャンパーで一気に行きそうな予感するけど、いやここはさすがにメイシュフィッシーの判断。さあローグラを選択。さあ結構平地続いてるからローグラの方が強いという判断ですね、いい判断。さあメイシーフィッシーしっかりと前の方に先読みアンチを作って、さあ後ろでラギスたちがキルを取ろうとしている。さあこれラギスの資材が114あるから資材は足りる予感がします。さああとはどんだけキルポを稼いで宮たちとさあ順位の差をつけれるか。さあ宮たちもしっかり生き残っている。さあいいですね、194ポイント。さあしかもキルを4キル取っている。さあしかしローグラで結構しんどいところにいるぞ宮たち。さあこの状態で取ることができるか。さあキル数並んでいる。さあキル数同点なので、さあ目の前の敵を倒していきたい名刺。さあレイニーはやられてしまっている。さあ目の前一気に詰めていって倒したいが、ここは23。さあ3人いるところ。さあラギスが1人で持っていかないといけない。さあ宮たちはまだ生き残っている。さあ左上のキルログを見ていきましょう。さあラギスがここから宮たちの順位を越さなきゃ優勝はありません。さあシュンシャンも敵を倒している。さあシュンシャンがもう一人敵を倒している。さあラギスたった一人で、さあどこまでいけるか。さあ宮たちは4キル。さあここで宮が落ちてしまうが1キルしているので2ポイント撃破。さあポイント分が手に入ります。さあラギスもまだ生き残っている。さあ村ポンがあるのでワンチャンはあるぞ。さあ目の前こんにちは、1キルでも取りたい。後ろに逃げてカウンター決めて、まずは1キル、リュウチャムをゲット。さあこれカッキルも入るでしょう。さあここで宮が落ちている。さあラギス順位を伸ばせば伸ばすほど順位は上がっていくが、これはどうだ。さあキルは入ったのかどうか分かんないけど、しかし宮も落ちてる。いやこれ分かんねえ。これもらった。さあ最後に気持ちよく勝ってくれボブたち。さあこれはリザートに資材を分け与えます。さ
さあその状態で、さあボブがやりに行きます。さあ目の前ハルキオを倒して、さあ撃破、カッキル入れる、リズアートはさあキャベツで回復して、さあボブが目の前やりに行きます。さあ最後は何キルだ、11キルビクロイでボブたち、さあいいですね。さあ最後意地を見せましたね。さあどっちが勝ってるのか見ていきましょう。さあラギスが勝ってるか、ミヤたちが勝っているか、めちゃめちゃどっこいどっこいだと思う。3ポイント差だったからね。さあ見ていきましょう。 FNCS 第4戦1周目1位に輝いたのはこいつらだ。うわー、さあ14ポイントの差をつけて、さあそのま、いや違うな、あれ、あれ違う、ミヤたちじゃねえ、第3者来たな。さあアルバ最後ランキルしてんの、うわ13キルしてら、やっぱキルだな大事なの。そして2位がミヤ、3位がラギス、4位が小金さんたち、5位が乙女さん、ユセアが最後の最後に抜かされてしまった。いつもなんかこんな感じなのなこいつな。ぜひ皆さん来週も見に来てください。それじゃあ一旦今日はここら辺で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。長丁場長丁場長時間ありがとうございます。一旦ここで終わりにしたいと思います。それじゃあ皆さんお疲れ様でした。またな。